ブエノスディアス、おはようございます。今日はですね、私がサンクリストバルで絶対に参加したいと思っていたツアー、乗馬をしてサンファンチャ村という村に行くツアーです。乗馬で1時間以上の道のりを、特に乗馬の経験がない人でも手綱を握って行かせてくれると。日本だったら10分とか20分乗っても数千円取られる中で、1時間行ってで村を見学して1時間で帰ってくると、それで1500円ぐらいでしょうか、約日本円で。まあありえない経験。しかもまあこの山岳地帯、自然の多い山岳地帯で村に行くその道のりも、おそらく味がある道のりじゃないかなと思うんですけど、そこをね馬で行くという、いやめちゃくちゃ楽しみですね。楽しみすぎてめちゃくちゃ早く目覚めちゃいましたね。午前スタートと昼スタート2つに分かれてるんですけども、まあ、ここ最近ツアーの価格も多分上がってきていまして、日本人のブログとかを見ると、まあ、200ペソ1200円という相場だったんですけど、だいたい相場だと今300ペソですね。で、私、まあ、ちょっと探して、200ペソのところ、250ペソ、まあ、それでもちょっと多少、ね、値上げされてますけど、この経験には変えられないだろうということで参加していきたいと思います。私は午前の部を希望しました。朝のね気持ちいい空気を吸いながら馬と一緒に楽しみたいと思います。前触れもなく始まりましたね。操縦の仕方は手綱を片手で持って右左前後ろ以上みたいな。お、車来たけど。オッケー。観光客が多分いないんで私一人でしたね。なのでちび子供にお前連れてけみたいな感じで50ペソを渡して、ダチンを渡して、彼が私を案内してくれます。融通が効きそうでよかった。何やともあれ、私は今馬に乗っております。いや、どの馬もかなりおとなしそうだったんで、まあ、私何も操縦今してないですけど、普通に歩いてくれてますね。坂道かなり続いててちょっと疲れてますね。ほら疲れてるのか咳なのか分かりませんけど、綺麗な空気を吸って調教されてますよね。素人が乗っても、 もう全然ちゃんと従ってくれる。もうちょっとの手綱ちょっと動かすだけでも全部従ってくれましたね。ありがとう。 OK。 いやー可愛いわ。ありがとうね。グラシアス。さて、1時間なんか夢中になってたから1時間もかかったのかなっていう感覚ですけど、あっという間にサンファンチャ村っていうか町ですね、着きました。
あのもっと田舎なのかなっていうか、もっと村なのかなと思ったら、なんか普通に町ですね。それであの1時間観光して、でまた戻るよっていう話だと思います。さあ、まあここに来て、あのとても有名な教会があるんですよね。でそこの中は絶対に写真撮影厳禁ということで、多分撮れないわけですけど、はい、そこを見ていきたいと思います。まあできれば本当にこういう田舎の村みたいなところで民族っぽいね服を買ってみたいなと思うんですけどね。まあ人ともそうですけどね、服とか物とも巡り合わせですからね。これはそういう出会いも楽しみです。いや、 やっぱりでもあのサンクリストバルよりもなんていうんだろう、観光地化されてない感じはちょっとしますよね。素朴感がすごいな。こういうところの方がむしろ来たかったな。まだ午前中なんで店とかも今から始まるような雰囲気ですね。多分賑やかなものを期待するんであれば週末とかあの午後とかそういう時間帯を選ぶといいのかなと思いますね。どうやらあのあんまりみんなスペイン語喋ってないんじゃないかな。なんか違う言葉に聞こえるな。私何も黙っているとみんなほっとかれる感じなんですけど、あの動画を撮ったり、ちょっと日本語を喋ったりすると途端に何この言葉って感じでめっちゃ見られますね。中見てきましたけれども、あの熱心にお祈りをされている方が多いですね。あのろうそくをたくさん、燭台といいますか、燭台だけではなくて床にもたくさんこうろうそくを並べて、で本当にこう念仏じゃないですけど、こう口に出しながらお祈りをしている人たちが結構いましたね。結構やっぱりここの土着の、信仰とキリスト教が融合して独自のクリスチャンっていう形でしょうか。やっぱね、松の木が結構こう置かれているのが印象的ですね。こう松の葉を敷き詰めたりですとか、床に十字架に合わせて松の木を一緒にこう置いてたりとか、そういうのはちょっと独特ですね。あまり見たことがないそういうスタイルです。町の見どころがもうここの教会しかないんで、あの観光客はみんなここに集まってきますね。これはもう私も先住民に混じれますね。これこの風貌は、買っちゃいましたね。ウール 100% の毛布というかストール、ブランケット買いました。ちゃんと手編みで、あの柄はそんなにね、すごくいいですねこれ。質がいい。
これで、まあ、最初400でしたけどディスカウントしてもらって、1800円です。これこのね羊毛をくっつけたポンチョもいいんですけど、これねめちゃくちゃあったかい感じですけどね、これ他の国とか場所でなかなか着れないんじゃないかなっていう、そういうのありますね。アラスカに半年ぐらい行く予定だったらちょっと買うんですけど、ちょっとまだねそういう予定はないんでね、全部魅力的なんですけどね、やっぱね実用性を考えちゃうとどうしてもね、いやでもこうちょっと買い物の意欲がどんどん増しちゃいますね。村に行くたびになんか買っちゃいそう、物が増えそうだな。しばらくはねそんな寒いところ行かないんで、でも買っちゃったな、ウール 100% のマントです。全然辛くない。ピーマンみたい。あ、最後に来た。あ、来た。お、久々に来たわ。さて、今回の相棒ですかなりねおとなしくて、もうちょっと力を入れなくても手綱をちょっと動かすだけでかなりね従順に従ってくれました。で、まあ、1時間行っておサンファンチャ村で、2時間観光して1時間帰ってくると、まあ、そういうプログラムでしたけれども、ちょっとイメージとしては私はねこういう土の道、山道をこう行くのかなと思ったんですけど、まあ最初から最後までほとんどまあ9割方舗装された道を行くので、はい、まあそこら辺はね
ちょっとこう大自然の中を行くのかなっていうイメージでしたけど、そこがね若干違いましたが、とにかく気持ちよくいい空気を吸いながら乗馬ができたのは最高の経験でしたね。あんまり忙しくないみたいであんまりね乗ってる人たちはいませんでしたけど、カルロス、グラシアス。